願いします。おはようございます。これは基本的にですね、日本の国土領土上空を通過するものとそうでないところの差じゃないでしょうか。日本はやっぱり国土上を通るという現実に対応しなきゃいけない問題がありますから、そこのところはアメリカとは基本的に違うんではないかと、このように思います。